頼もう。いや、あの、え、うん、どうすんの。やれやれ。そっか、はい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 、いいっすか、いいっすか。おーい死ぬ。かわいい。本当だ。うわ、しかもすっげえ美人。ノンノン、いいじゃん別に。いっぱいいっぱいっす。ったく全然頼りになんないよね。それじゃ。あれ、そうそう。よかった。行くぞ。よーし、わかった。そうだね。限界だ。ひょほーい。いいね。Dテクノを感じる俺。いいじゃん、マーベラス。待つのそろそろだるいよね。運営に。おそ松さん、欲張りニートアイランド。はい。だいぶ空いてしまったんですけども、だいぶと言いますと、かなりなんですよね。ふん、俺に会いに来たお前へのプレゼントだ。遠慮せずに受け取り。新しい弁当が、もうすでに始まっているんですよね。てやんでやばろい。こちらですね。マジップないと、種もしか、仕事もありませんと。もうあともうちょっとしかないっていうのに、この順位ね。あと3日しかないのに。いやー、次のイベントがちょっとね、期間がちょっと早いもので、全然追いついてないんですよ。他にもちょっといろいろやることがあったのと、あと仕事がちょっとね、ちょっとかなりハードだったもんで。ただ今回は、到達報酬で3万まで貯めると、とりあえず全員分1枚はもらえるんですよね。もらえるので欲しいんですけど無理、死んじゃうってな気がするんですよね今から急いでやってもできる限り頑張りたいんですけど。ゆっくりしてけよ、バロイ。芋。面白かった。どこだよ。しゃあがね。しまった、やりすぎた。ハロウィン終わったからハロウィン戻すか。まあ、でも強いて言うなら無理だよ、帰ろうよ。あとはなんかちょっと消したときに。服装を戻そう。無重力スパイラル。戻すとしてもどうしようかな。もう暇。周りの感覚がバカになればいいんだ。何に戻そうかな。無理か。つなぎで、
つなぎね、つなぎね。帰ろう。ありがとう、くだい、さよなら。つなぎ持ってないか。あ、持ってない、トッティ。トッティでまだ来たことないやつか。いいけすよ。旅行行かない？よし、これで行こう。もう何？あらあらあら。やったラッキー。おお。これって確かこっちの方だよね。使うの。140か。全然足りない。あ、できてる。いちごもらう。もらう。醤油もらう。牛乳手伝い。この手伝いにしとこうか。よし。とりあえずは1000まで行ったけど、全然だな。そしてもう、サイロが圧迫してる。サイロも、倉庫も圧迫してる。どうしたもんか。醤油。1個しかないな。醤油だけ。いかんせんもう全然できてないからな。どれから受け取るかに悩むなこれ。置いとくか。ていどこまで下げれるか。1 1はないか。10ぐらいにしとくか。むちゃくちゃあるやつ外そう。まずは、でもこっちは。こんぐらいで。1、2、3、4。ここまでは普通にしとこう。カニ。じゃ、ここは、ちょっと高めの。これぐらいでいくか。10品。じゃあこれはどこまで上がるかな。あ、止まった。よし。もうログインボーナスはもらってはいたんですけど、あまり他ができてないっていうね。もう全然時間が。買い物上手。就職のためなら。彼氏は？ホムラ復興ニコ生さん。本当に？大逆一気に今日で やってもいいんですけどね。やってもいいんですけど、ああ多分今から急いで入れたとしても、多分厳しいんだよな。おはよう、六三のゲット。ちょっと真面目な話があるんだけど。もう本当ないと困るんだよな。
チョロマツです。嘘でしょ。ポイントも全然上がっていかないし。ここはいけるね。人参、わあ人参がいいけっすよ。あともうちょい28になるな。全然進んないってことがわかるね、これでレベルが。一末です。ああここもいける。よし、じゃあその間にこっちもポップコーンだったな。ああまたボタン押したよ。バターが足りない。ってことは牛、あっと牛を、よし帰ろう、もういいよこれで。あっとバターが、そうか、まだバターできないもんな。おい、使いづらい。旅行行かない？上がっては行くんだけどな。一末です。ただ圧迫しすぎて減らさんといけん。できるか。今なら収穫。収穫してもな。収穫してもなんだよな。いつも圧迫してるんだよな。なんとかなんないか。旅行行かない？これは厳しいね。これはもったいない。ストーリーも解放しているはずなんだけど、全然ね。見れてないんだよね。あ、だいぶだいぶいっぱいも引き取ってないわ。よし。もう何？帰ろう。旅行行かない？とりあえずショートストーリー見れるとこまで見るか。まだまだ2しか見えて、2までしか見えてないんで。あちゃなんかボロボロだけど。マジ最高だったぜ。ああ面白かった。ジュシマさんなんか、ね、どうしてもカフォがぴったりやね。ちょっと待って。なんだよ、話し合おうよ。いや、あの、あんな地獄絵図二度とごめんだよ。適当すぎんだろ。ポーズが一個しかないのかな。残念だ。でしょ、ないわ。だね。いや危機感、こんなこと続けていたらいつか。いや良くないよ。あと3つか。ストーリーはまっすぐ解放できるからいいんですけどね。まだ見てないストーリーがあったはず。ないか。キャラストーリーは終わってるの、見てるかな。見てるはず。見てるか。キャラストーリーもなー見たいんだけど、全然ダイヤ投入しないとやっぱり解放しないな。とりあえずもらうものもらっていくか。圧迫しちゃうけど、トマトがない。
あー、リンゴ。ここもなー。こうしとくか。作れるもんなんかないか。こうくらいか。いちごが足りなくなってきた。いちご収穫。イチゴの苗が、旅行行かない？苗が色が、しゃあない。イチゴイチゴ。ここは大丈夫か？あ、色変わってるね。色変わってるね。あれなんで、あ、そっか。ここはさ、そうかそうか。そこだけは一回だけあるのね。前急いでやったもんな。ここも気になるかな。なんなかった。こっちもセーフ。また圧迫しちゃうんじゃない。まだ大丈夫か。こっちか。まだ大丈夫。旅行行かない？受け取って大丈夫かな。圧迫しないかな。大丈夫かな。もう何？麦麦。卵が減っちゃってる。アクシデント。よし、ちょっと待って。これパン、パンよ。もう暇。あ、ピザできてる。キューティーピザ。生地がない。生地がない。旅行行く。無理だよ、帰ろうよ。さすがにあげる気ないな、これは。働きたくないね。死んじゃうって。ごめんね、おさますにさ。この辺はいけるか。で、麦が減ったから、止まって、まあ、ここで刈り取ってなかった。ちょっとこれやっといて。あ、来た。セブンアップ。何ができた？市松です。にゃんにゃんスイーツショップ。無理。しびたな。味じみ大根。お、ロールケーキだ。おはよう。キルトガイロール。あ、ストーリーだ。手紙前編。もう何？ああ、なんかつまんねえな。なんか面白いことないの？そしたら。おま、え？なんだよこれ。これってもしかして。あ？え？マジで？うん。何それ？080だね。最近の最近契約した番号かな。
ちゃちゃちゃっと。は？何すんだよ。ん？そうだね。なんでだよ。そうだね。かけるものはあるの？謎だけど。中止末に見せてもらう。ね、あまあそうだろうね。中止末だったら甘いもの好きだろうね。いやうん、生産だからいいか。こっちから行こうか。じゃあどっかに置こう。あ、ニンジン抜ける。もう何？芋はもうまだ先。ニンジンもうちょっと作っとくか。この辺かな。この辺とあと豆も。じゃあちょっと。あ、やったっけ、これ大丈夫か。さて、スイーツ置く場所を考えないとな。狭いんだよな。だいぶ狭くなってきてるんだよな。ここか。置けるのか、果たして。9100。あ、でかい。あ、でかい。いいけすよ。あー、でかいな。どっか置きました。片付かないか。これを片付か。市松です。ん、あ、違う違う、撤去はこれか。で、スイーツ、スイーツがってことは数字末出るのかな、これは多分。あ、そうだった。あー、持ってるダイヤほとんど持ってかれちゃうな、これだと。直に持ち越しだろうな、これは。チャレンジ報酬受け取ろう。よし、これももらうと。急になるかな。った、無理、死んじゃうって。いいけすよ。スイーツ早く作りたいんだけどな。旅行行かない？ただダイヤもったいないな、50も使うの。カニ？どうも、チョロマツです。我が計画は完璧だ。カニだったらいいよ、あげるよ。あ、市松兄さんがもうちょっと上がるな。ん？あ、ストーリー解放かな、これ。死んじゃうって。やれやれ。はあ、そのことか。そういう問題じゃない。そうそう。で、あれ？あれ？知ってるだろう。ああ、そう。一回待たないの。ほら、ねえ。10分の0。いや、どういうこと？勘なの。なんだそれ。大丈夫だって。確かにねえよ。いいじゃん別に。ひど。見直してかっこいいね。ああ、連絡が来たら。いや、え、やれやれ。うん、
から呼び捨てなんだねやっぱり。ちら。あーいそれ醤油牛乳がな。あお肉もお肉何も回収してなかった。もう何？よし。卵もできてはいるんだけど、ちょっと卵もらっとくか。圧迫してるな。大圧迫してるな。カラマツオブラブ一応ね。おい、あーどうしようかな。あと牛乳と、あと牛乳とな、醤油なんだよな。醤油はなんとかなるけど、牛乳があとリアルであと20分かかるんだな。カラマツオブラブ、大丈夫だよね。ここが売られてないことを祈るわ。ちみ、ちみだね。はたぼうに買ってもらうことをね。あ、できてる、できてる。もう何？多分、パン生地使うんだろうな。あくまで推測なんだけど。推測だけどさ、多分パン生地を使うと思うんだよね、ニャンニャンスイーツは。ティアニバロチキショー、いいけすよ。なんだこれ、ちくわ。大根。あ、大根。デーコンテーテーテーだね。なんかでやってた。ごちそうさまでした。もう何？牛乳かかるからな。ちょっと微妙いな。ガチャもしたいんだけどな。でもこれで使うのは厳しいな。まあ、期間限定もないし。まあ、とりあえずこれをやっとくか。こっち繋ぎって出なかったっけ。あ、またバグってる。また左バグってる。あ、来た。クロース。ん？クロースじゃなくて。これは渋谷怖いじゃないの。クロロスじゃなくて。クロス。これはハロウィンの時のセリフと一緒だよね。行き過ぎた愛は時に人をダメにする。まあ初だからいいんだけどさ。ほんとダメ人間だよねみんな。トドマツです。あ、と、おそ松兄さんか。自撮りの針に全裸で映り込む新品のおそ松。うん、おはよう、ロック、サノーゲット。なかなか来ないね。あ、レベル上限を超えたため。ご褒美ポイント、なにこれ。ご褒美ポイントを獲得しました。ご褒美ポイントってなに。なんだろう、ご褒美ポイントって獲得報酬。ああ、つなぎ、あ、出た。これで、あとはちょこっとしないのかな。処理とかわかんないか。もうちょっと引いてみるか。
あ、ちなみに、今こちら、いきなりですけど、6は視聴済みです。先に言っておきます。先ではないけどね。大きなしのぎの匂いがする。見て寝台入荷。遠投80メートルはいける。なんで。もういい大人なはずなんだけどな。ね、あのイヤミとね、チビね、イヤミとハタボかな。活躍したのはもういい大人なはずなんだけど、新品来ないか。どうもチョロマツです。パチンコ行く人。このご褒美ポイントって何？あ、つなぎ初めてだ。うん、ちょっと見てみましょう。ちょっと待って、なんか出来上がってる。無理、死んじゃうって。行き過ぎた愛は時に人をダメ。トッティがつなぎ収穫するんだ。持ってなかったっていうね。もういい大人なはずなんだけどな。で、十四松がクロース、同じなんだよね。渋谷怖い。新品の渋谷怖い。やっと言ってくれたよ。おはよん、六、三のゲット。よし、これで全員つなぎ。おはよん、六、目標は高く、一人暮らし。カラマツオブラ。よし、キビができたね。人事がまだこの状態で、芋がこうだから。あー、ここか。もういい大人なはずなんだけどな。トドマツです。どうも、ちょろ。目標は高く、一人ぐらい。帰ろ。さすがにちょっとな。もういい大人なはずなんだけどな。知らん。牛乳がな。まだまだだよな。あと10分。旅行行かない。10分は厳しい。裏でやっときます。一括受け取り。よし。本当のガチャも引きたいんだけどね。またちょっと突っ込む余裕が。あるにはあるんですけどね。トドマツです。今から突っ込んでも間に合うかと不安なのでね。だったらもうちょっと早くやれればよかったんですけど。何を言っとくか。収穫するんだ。この辺とか。もういい大人なはずなんだけどな。というわけで、ちょこっとね、ストーリー解放と、新しいね、やつもできたんで。あと残り3日ですけど、とりあえず、もらえるものはもらいたいと思います。今回は、ここまで。